どうもおはようからこんばんは、殿でござる。信長の野望大使 with パープキットシーズン8前田利家編、続きをやっていきましょう。現在ね、1602年の9月で本来の寿命を3年くらいオーバーして、まだまだ前田利家先生は健在65歳で星4になってますもんね。鉄砲配備で剣豪超連だからね。そういえば我が軍の物資で言ったら鉄砲どれくらいあるんだろう。今南部さん攻めてきていますよね。ここで集結しておりまして、兵力は64,800、対するこちら城の兵力は5000ぐらい。綺麗にね、リフ城がちょっとまだですけれども、綺麗に5000ぐらいにしているんで、集めても45,000なんですよ。まあ、そこは戦場上限のところを狙っていくとして、進軍的には佐沼を素通りしてのというか迂回しての寺池か。ここには綱本先生顔的にはこちらが一枚上手のようですねっていう顔ですけれども、まあそういう声かに進軍してて、メンバーとかどう、最上さん相当恨みを買っていて、吉明はいないな、北さんとか、北の信影の方、あとは八戸とか南部利直、戸沢正盛か、なるほどね。あとは柿崎、沼田、まあ息子世代的な人とかそういうのが多いよね。あら、ナミちゃん、柿崎は2人出ているけど、吉明もいないし、九戸の正実とかあの辺もいないですよね。脅威となるのは津軽為信か。高春やたら攻撃力高いな。明あたりは前に取られてて大崎を取り込んでいるんですよ。こう我がなんだろう、領内にくさびを打つ感じの共闘歩として明があって、そこは兵力を維持。まあ明に南條さん置くあたり分かってるな大崎の守護神と。まあそんな感じで軍団編成としては迎撃用の部隊、それプラス日本海側から北上して横手あたりとか取っていこうか。いやでもな、沼田さんが港城から出ているんだったら、こう沿っていって港城を狙うか。横手は兵力を維持しているんで、あとは迎撃次第っていうところもあるか。残念なのはね、これもう内政ターン終わっているんですよ。なんでお金ね工場兵器持たせようとしてもちょっとな。まあそこは仕方があるまい。ならば行軍、迎撃するだけでしたらもうここでいいんですよ。こっちが2万4000揃えりゃいい話なんで。おで、しかも伊達政宗が来る。ならば歓迎いたす。面々としては武将を持ってきたりとか、ねね様とかいたりはするんですよ。手を抜いてもいいぐらいだなとは思っているんですよね。だから迎撃できる分ので、傷ついた兵たちが回復して再戦できるようになったら、またこのメンバーを出してもいいんですよね。だから2万4000にとどめておいて、でここは野戦をするだけなんで工場兵器は持たせず、場所的にはね鉄砲がいいんですよ。刑事どう、鉄砲いける？すげえ攻撃力が上がるな141まである。じゃあ鉄砲だよみんな。で山岡四郎の方はこっちはそうでもないんだね。あ、騎馬配備持っているんだ。中村さんとかなんでいるのっていう堀ちゃんとかねね様とか全員鉄砲隊で迎撃していく感じでいきましょうか。遅れる者は斬る。決戦開始まで45ってことはまだ一月ぐらいは待ってもいいな。じゃあ待ちましょう。集結中ですよ。出せる城的にはね、2軍団編成してやってくるほどでもないかもしれないが、てか津軽さん14万か、こちらは23万でも参考にはならず。
その半数近くを今回の戦で動員し、そして散っていくというわけだ。待機する。あ、一栗高春が、忠義がすでに揺らいでいる。なるほど。報告いたします。お教えさん、元気ですね。これより表情を始める。この策はいかがでしょうか。おお、楽一楽座。いや、結構なポイントですね。商業だけ、いや、農業もあるのか、ポイント的にはね。最終決戦、多分北海道になるから、蝦夷地に行くためのこういうのもあった方がいいかもしれん。竜騎兵か、それもありだな。鉄砲のあの戦況とかで鉄砲がいいっていうのは、竜騎兵も該当するのかな。だとすれば、あと軍事がちょっと、あー、射程増加、これいいな。これを狙おう。あら、信行ももうその顔になって、あ、雪村もポイントは少ないが、じゃあ今回は兄弟で選んで、で、あとは金中。これにて表情を終える。あれ、まだ足りない。2足らない。ちょっと戻ることってできない。あと2ね、雪村選ぶんじゃなかったな。収束セインとかまあ別にいいとして、え、ポイントって農業と論議はいいから、ちょっとそっち、今回そっち方向行こう。忠誠交渉、農業がね、やったら待っているんですよ。いや、そういうのもいいとは思うよ。あ、兵糧の収入大か、領内検知。論議だけ使うとすれば、古参の武将か。もう青だからこれ取る意味もないんだよな。これは？おう、南蛮道ね。東日本方面だから、ここら辺恩恵あるんだろうかな。ゲッチ。で、商業というかこの兵糧の売却。4万ぐらいありゃね。で、米もあるからもう軍団編成して、で、まあ出てこないだろうなっていうあたりまで。そう、鶴岡。そこは前田利家。丸森は出さない方がいいな。まだ時間はあるんだったら、照政、与板の信行、一月かかるな。あ、正座ね、こっちにいるわ。と、ネゴ姫と利家。騎馬隊でいいんですか？ほう、132。いいステータスだよな。132でしょ？最大で、重座ね、136。ほぼほぼステータス的には100を超えていますね。で、全部隊工場兵器を持たせて、で、こっちは前田ガールズ。しかも、本田、稲姫、奮闘なんだ。ならばこれでいこう。兵糧消費は月2万5000でも余裕余裕。レッツリス。じゃあ、あとは、まあ、サムネ君の戦闘を見ていく感じかな。津軽さんあたりだったらどう思っているだろう。あら、相手兵力2万4000しかいないとかね。半分以下だもんな。時間がかかっているんだね。しかも、いや、小次郎そう言うな。あ、せっかくね、6万4000も引いてやっているんだ。ならば、地層してやろうではないか。伊達家の後半戦もね、漁夫の利を狙った津軽にいくらかの領地を取られていた伊達政宗。さてさて、こちらは守り側なんで守備力は高いぞ。すげえな、志村さん。みんな防御力すごいわ。寺領内だったらね、上昇するとかあるんで、それも103、平均しても120、30ですよね。じ
じゃあ位置変更で、ちょうど川がある。で大将は伊達政宗。そこはもう川を使っての鉄砲水か。それを使ってで相手が足並みが揃わないタイミングでこっちが砲撃を仕掛けると。なんで正田櫓かな。あとはドラ台か。あ、どっちかって言ったらドラ台の方がいいかもしれんな。こう迎撃できるようにここに置いて、で取り消しの破壊されるか、この辺とか。まあ作戦だってね、相当の理由もありますよ。まあけれども今回はそういう作戦はなしでいきましょう。行くぞ。いやいや、あんた負けてたからこの前やられてたから。ごめんね、始めよう。こう味方になってまた途端急に強気になるんだね。なんだろう、そういうところこのシナリオに、シナリオの政宗らしいというか、あとは鉄砲隊が駆けつけられるかどうか。覚悟せよ。ご命令を。さあ始めようか。で鉄砲隊が有利になるんでしたら、あ、ちょっとこの辺にしようか。始めよ。ゲチよ。ご命令を。相手の兵装にもよりますよね。ご命令を。お覚悟願おう。あとは左右に展開した敵部隊がどんな感じに来るか。回り込むな回り込むね。あの長宗我部対一条の四万十川の戦いっぽい感じで、長宗我部がこう回り込んでいくを射程も伸ばしているのか。ご命令ください、始めましょう。相手も鉄砲隊。あー、分かりやすいな相手鉄砲隊か。ご命令を。始めるぞ。ドラマでは接近してこないと考えて交代して、気をつけて。敵の居所が知れましたら隙を見せたら。ではでも騎馬隊だって言いますよね。ご命令。まあサムネこっち行こうか。ご命令。始めよ。今ぞ攻め込め。よしよし、相手が誘引されていく。そこ食らったらここの鉄砲水も壊れそうな気がするんですよね。どんな感じで設置してる？パッと見は、わからないな。まあ、パッと見分かっちゃ意味がないよね。バレバレだもん。ありませんか。始めましょう。ねえ、覚悟せよ。始めるぞ。小沢の部隊が少ない。あ、で津軽さんそっちにいた。お覚悟願おう。もうちょい前進。覚悟せよ。ドラ台を守りながら。伊達者の子とくと見よ。ここです。やりたい前へ。やりたい前へ。影勝は守りは固いイメージではある。始めるぞ。投げ払え。川を渡ってくる。さすがに罠回避ぐらいは津軽さんありそうだ。今ぞ攻め込め。それでもそれでもそうだ、我が策である。さあ速度低下。名物山岡隊どうしようか。覚悟せよ。ご命令。始めます。
そうだな、先方については攻撃とかよりはこっちは守りを厚くしようか。この攻め、かわしてみせよ。いや、こっちは守り側ですよ。津軽は反転。前へ、やりたい、前へ。兵力差は現在約7000。さあ、我が軍の鉛玉を地層してやる。やりたい、前へ、やりたい、前へ。たまだ天気がいいからね。お、津軽ついに超えてきたか。でしたら綱本あたりはもういいか。ドラ台はね、多分崩されると思うから。山岡さん行ける？さあ始めようか。ご覚悟願います。で、罠は現在一つ残っている。そこはあえて雨かすとかそれも開けることによって進軍経路を作ってはめようか。ご覚悟願う。敵の動きを知れました。やりたい、前へ。ドラ台が大丈夫だったら山岡さんが回り込んでいって、そう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 、いいいいね。覚悟せよ。やりたい、前へ。思った通りだ、八戸。我々が何のためにこのルートを開けたと思っているんだ、バカめ。始めるぞ。やりたい、前へ。うむ、戸沢さん何をしているんだい。始めます。やりたい、前へ。やりたい、ようやくそこで使うか。作詞攻撃力低下。こっちは守ってもらわないといけないから、ガシン昇誕再配。この攻め、かわしてみせよ。あれ、総大将って政宗だよね。影勝じゃないよな、政宗君。ここ前始めよ。キムス君、ないよ。ナミさん。で、こっちは八戸。いや、極力動かないままにして鉄砲の射程に入れる感じでいこう。で、ドラ台はまだ持っていますよ。采配も持っているから、お、159の150、素晴らしい。政森、まあまあ持ったな。お、八戸どこへ行く。こっちはこうでいいか。堀ちゃんの後ろを取るのかな。右翼に関してはもういいでしょう。ねね様をこっちに向けましょう。あ、でも相手の兵力あと2600。4桁なのは沼田助美。どうした、こちらはまだ1万4000残っているぞ。やりたい、前へ。やりたい、前へ。士気も以前上昇を取っているからまだ十分持っているね。切り込め。せっかくだから使う、政宗。極限流に立てつく、面白い。隅っこで生きているようにしか見えないよな。よくやったぞ、カイカツ。で、この兵力が帰ってきたら、北上しよう。俺の手で古き世を終わらせる。まあ、もう自分が総大将っていうことをプッシュしたいんだね。あ、南部さんとか。かたじけない。てか、あれだな、調略できるんだったらしといた方がよかったかもしれない。まあいいでしょう、ここは騎乗。そしてこちらではまた集結中。せっかく総大将としていたんだったら誰だっけ。ああ、大崎義孝もいける。待機する。報告いたします。ゲッチ、
そうそう、イチクリがこの辺調略しといた方が良かったな。中性赤か。あー、ここら辺武勇があるから彼は取っておいていいだろう。そこは、あ、シゲカドか。こっちに池田落としてから特に活躍ないから、じゃあシゲカド行ってみるか。ちょっと待って、静かに、あの、調略来ているんですから、そんなびっくりマークつけちゃダメですよ。高春あたりちょっと引いているよな。そういう顔してるよね。すごい剣幕で来て、おお、なんだお前はみたいな。成功率が高い方で行こうか。どうせ金使うつもりではある。いや、酒飲ませたら余計にこいつ声でかくなるだろう。さも悪いの。いや、でも似た者同士らしいな。あ、よかった。声が小さくなった。夜遅くにごめんって。もう襖とかダーンって開きそうだ。まあ落ち着け。お金、内容はちょっと置いとこう。で、こちらの都市家の軍を、港城もすぐ帰ってくるかな。てか時間って42か。横手は一月、硬そうだな。で、格の盾40でしたら港ぐらい取るか。進め。この感じだったらもう帰ってきているような気もするから、じゃあ行軍しよう。7100か。集結はできるんだ。伊沢かな。で、さっき戦った面々が帰ってきているんで、こちら約4番の部隊も出しましょう。進め。もう一丁いける5つ目の部隊とか用意しておきたいから、妙宇あたりとかね。ほう、片倉小十郎になる。ここに関してはね、別に日数は経ってもいいんですよ。そういうのを省いていくとして、この辺か。本庄重長とか、さすがに日数かかっていいとは言っても、ここはな。テルマサとか太田牛一、兵士数最大にしてもう無兵装で何も持っていないから完全5詰め部隊ではある。せっかく太田さんいるのにね。こんな感じか。影勝いても大将は小十郎になるんだ。進め。もう一丁行くとすればもうやめた方がいいか、年長くん。あー、もう精一杯っていう感じがする。まあ、この兄弟だってそこそこ育っているんで。だって年長くんもバランスよく来ていますよ。五詰めぐらいの役目は果たしてもらおう。進みます。さあ、これだけの部隊、4軍団。なるほど。あら、北信影だって。信影って確か信近の子供ではなかったよな。報告いたします。ご命令を。あ、そう。そんな趣旨変わった？だってどこも城取っていないと思うんですよ。ちょっと下げようか。かしこまった。あ、いいな。じゃあここはねね様行ってみるか。高団員様なんでってちょっと思っているかもしれないがまさか相手だってあのねね様が来るとは思わないでしょ。
何それ、道中に敵を置いてたみたいな言い方。冷静だな。さもありなん。内心心臓バックンバックンしているかもしれないよ。こうすまし顔ですけれどもね、心の中では、え、あの太閤殿下のみたいな。さもありなん。ま、君は家宝でいいや。意外と思っているからな。大砲どう、国崩しとかありますよ。茶道具はやだな。大金平とかどうだい。それともあのガモさんの兜とか。これってあれ、直江さんのものじゃないのかな。で集結していますよね。軍団が出来上がってからにしよう。2万9000か。あ、いいね。まだ傷が癒えていない感じがするわ。しかしなぜだ、最上義明の姿が見えない。あれ、あの人どこ行ったの。歩兵力すごいな、9700。野辺地でもない。あ、九戸にいるのか。南部家としてのこの本拠地を守る感じで門番としていると。だって三戸周辺って兵力あるんですよ。こうここら辺北上してきた時の門番として立ちはだかるか。なるほど。じゃあ今回はここまでにしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。